四万温泉のこの温泉の成り立ち、さっきはもう4万の病に効くっておっしゃっていただいたんで、まさにその通りで、西暦でいうと989年に、臼井貞光さんという方がいらっしゃって、でその方が、まあ、こう四万温泉に寄られた時にちょっとうたた寝をして、そういううたた寝をしたところにこう夢枕にこう同志が立って、このお湯は4万の病を治すお湯だよっていうのをさ、こう寝ているところに言われて、うん、目が覚めた時に温泉がジャラジャラ湧いてたっていうのが伝説の始まりなんですね。知らなかった。そうですね。島温泉もだいぶなんかおしゃれな店とか増えましたね。そうですね。やっぱりこの温泉総選挙で女子旅部門っていうのに4年連続1位になりまして、はい、だんだん4年前ぐらいからおしゃれなカフェとか、まあ、都内の、まあ、オズマガジンとか、あとはタニタさんとかと連携して、はい、まあ、女子旅をターゲットに、戦略を立てるようになって、だんだんそれが実を結んできて、あと中之条ビエンナールっていう街でやってる芸術祭もやっぱり一つ大きくて、連動してくるんだ。そうですね、やっぱ美大生とか若い女性の方多かったんですよ。いいですね。なるほど。でそれで泊まっていただいたり、うちも連動したイベントをやって、だんだん若い女子のお客さんが増えてきた。じゃあ、まあ、ある種町を引っ張る温泉でありながら、その温泉の方からもこの町の文化とかをこ うまく連携しながらっていうので、今の島温泉があるっていう、だんだんこう変わり、温泉地が変わりつつあるっていう状況ですね。で、だって起用してるのはこの吉永小百合さんでしょ。そうですね、これは、はい、私もアテンドさせていただいたんですけど。あら、あったんすか。はい、お会いして、来るまでも少し一緒にお送りさせていただいたりして、やっぱり日本一の大女優なんて、うん、こんなんガチガチになりながら言い切りました。日本一ってな、そんな大女優でした。でもいいっすね、この島ブルーとね、はい、この吉永小百合さんが、まあ、温泉って私たちにとっては本当日常、もともと私もこの温泉街に生まれ育っていて、まあ、ほとんどのお家が温泉なんて、家の中にお風呂がない、はい、要は共同浴場に入っていくっていう、もう本当に温泉自体がこう文化として根付いていっているところなので、まあ、それを、まあ、本当に温泉文化っていうものを通じてこの観光、それを全世界にアピールしていくということはこの時代 大切なことかと、はい、温泉地って今までやっぱりみんな来てくださいっていうブランディングをずっと多分してたんですよ。でもやっぱりターゲット選定ってやっぱり大事だねって話で、それぞれの温泉地がやっぱり少しずつ絞り始めて、ただこう若い女性をブランディングすることによって逆に外国人に受けたりだとか、はい、なんかどんどん派生していっているので、まあ、尖った企画とか面白い企画を立てるってことはだんだん皆さんにやり始めてることかなと思いますね。でなんかオンリーワンをこう目指していく中で本当の自分のところの強みみたいなのが見えてくる、分かってくるみたいな流れというか、すごくいいことですよね、はい、まあ、それぞれとんがりがある方が、はい、温泉地としても面白くなると思います、うん。スマートボールのお母さん元気ですか。元気で。まだ元気で。まだって感じですけど。何ですか、スマートボールの。島温泉って言ったらやっぱスマートボールですね。本当にそうです。はい、ちょっと球なくなりそうになったら、本当はゲームオーバーなのに勝手に球出してくれる。無限に続くスマートボールの。おかしいじゃん。宮崎さんもこの観光に携わり始めた頃に、ね、僕らで出会ってますよね。ちょうどもう。この温泉街で今コロナでできないですけど、夏祭りとか、はい、お笑いライブステージとかやっていただいたり、はい、中止、そうです、この中止、あーった、懐かしい、全部車で出して、うん、お笑いライブステージでも素人が設営してるんで全然マイクとかもちゃんとしてない、やったやった、なんか覚えてる、あったあった、けどなんかすごく街のお祭りだったんで、アットホームでっていう思い出が、だから我々も小さい時にああいうお祭りをずっとやっていて、で多分しばらくずっとできなくて、久しぶりにこうもう一回やってみようっていうのでやった企画だったんです、ね、はいはいはい、で来ていただいて、あれ以来呼ばれてないですけど、あれ